みつもも、今日はパンプキンパイの作り方を紹介していきたいと思います。かぼちゃパイのレシピ動画です。もう作ったんですけど、こんな感じです。ものすごく美味しくできるので、ぜひみんなもすごい簡単なので作ってみてください。 Let's get started。 それではまず最初にパンプキンピュレを作っていきます。パンプキンピュレ、スーパーに売ってる方はそのまま買って、市販のを使っても大丈夫なんですけど、私は自分で作るのが好きなので自分で作っていきます。あとはドイツにあんまりパンプキンピュレ売ってるの見たことないので自分で作っていきます。かぼちゃを4等分に切って、中の綿の部分と種の部分を取っていきます。ちなみにこの種は洗って、オーブンとかに入れたらそのままおやつとして食べたり、あとはなんかスープとかに入れたりできるので、なるべく捨てないようにしてください。私は今日は北海道パンプキンっていうのを使っています。ドイツに売ってるかぼちゃです。あまり甘さはないんですけど、でも、おやつ作りをするときには結構柔らかいのですごく便利です。 Anyways、 180度のオーブンにだいたい40分ぐらいかな、45分ぐらい入れていきます。中の身が柔らかくなるまで入れていってください。そしたらまず最初にこれを冷ましていきます。冷ましてからこれをピュレ状にしていきます。あと私はオーガニックのパンプキンを使っているので、今日は皮も少しだけ使っていきます。はい、それではパンプキンパイの中身を今から作っていきます。ミキサーの中にさっきオーブンに入れてたかぼちゃで冷めたやつですね、を 450g 中身を入れていきます。私は少しだけ皮も使っていきます。あとはミキサーない方はこれをボウルの中に入れてゴムベラとかで混ぜるだけでも大丈夫です。ミキサーがある方はぜひミキサーに入れてってください。あとはフードプロセッサーとかでもできますね。あとはかぼちゃじゃなくて、これはバルナッツスクワッシュでもできるので、好きなものを使っていってください。この中にココナッツミルク 150g 足していきます。ココナッツミルクの結構脂肪分の多いのを選ぶのをおすすめします。一回オーツミルクでも作ったんですけど、味がやっぱりココナッツミルクの方が美味しかったので、ぜひココナッツミルクで作ってみてください。あと溶かしたココナッツオイル大さじ2とシナモンパウダー小さじ1加えていきます。あとココナッツシュガー大さじ6。これはかぼちゃによってこう甘さが変わってくると思うので、甘いかぼちゃを使っている方はお砂糖の量を少しだけ減らしてもいいと思います。で、玄米シロップ大さじ5。ここはアガビシロップとかメープルシロップとかでも大丈夫です。で、デーツを7個入れていきます。私のブレンダー結構パワフルなので、そのままデーツを入れたんですけど、あんまりパワフルなブレンダーを持ってない方はデーツを少しお湯に入れて柔らかくしてから入れてみてください。最後に片栗粉大さじ3を加えたら出来上がりです。で、ミキサーがない方は全部そのままボウルで混ぜてって大丈夫です。デーツちょっと難しいと思うので、ミキサーがない方はデーツの代わりお砂糖をもうちょっと量を増やしてみてください。そしたらパイ作りをやっていきます。私はちょっとズルしてパイ生地を今回買ってきたんですけど、自分でも作れるし、あとは後でグルテンフリーをやりたい方で、raw pumpkin cake をやりたい方に作り方後で説明していきます。 Anyways、 ヨーロッパとかに住んでる方はこのパイ生地結構ビーガンのやつが多いので、ぜひ探してみてください。多分ほとんどがビーガンだと思います。自分で一応チェックしてほしいんですけど、うん、パイ生地結構簡単に買えます。そしたら容器の中に結構柔らかく入れていきます。あんまり押しすぎないように柔らかく押してってください。そしたらハサミで周りを切っていきます。私みたいにハサミがない方はナイフでやってもいいと思います。で、少しだけ生地外側太くしていきたいので、生地を余らせて、で、埋め込んでいきます。意味わかるかな。生地をそのままこう容器の大きさに切るんじゃなくて、少しだけ余らせてこんな感じで埋め込んで太くしていきます。あんまりこの周りの部分そこまでこう見えないので、結構こう雑にやっても最終的には結構綺麗に見えます。で、そしたらここに U字の形を作っていきますね。これは別に私みたいにこの U 字をやんなくていいし、自分の好きな形にしていってください。シンプルにそのままストレートでもいいし、あとはフォークとか使っていろいろやってもいいし、うん、なんかここは自分のクリエイティビティ、いろいろ自分の好きな形にしていってください。自分の好きな形が周り全部出来上がったら、あとはさっきのパンプキンの中身の部分を入れていきます。
中身の部分入れるときはゴムベラとかスプーンとかでなるべくまっすぐにしていきます。あとパイ生地のこの周りの部分に少しだけオイルとかココナッツオイルとかを塗りたい方は塗ってみてください。はい、で均等にこれをスプレッドしたら、あとはこれをオーブンに入れていくだけです。このパンプキンパイを180度に予熱したオーブンにだいたい1時間ぐらい入れていきます。でオーブンに入れるときはあまり上の部分に置かないで真ん中あたりのところにいつも私は入れています。はい、そんな感じで、オーブンに入れて1時間待ってみてください。1時間経ったらこんな感じで出来上がります。中身の部分はまだちょっと柔らかいんですけど、外側にしっかり火が通ってたら出来上がりです。はい、でさっきも言ったようにこれグルテンフリーをやりたい方はこのパイ生地、小麦粉を使ってるので、このパイ生地の代わりに私が一回紹介した豆腐オートミールチョコケーキみたいのがあるんですけど、その下のベースの部分を作って、中身のパンプキンの部分は片栗粉を入れる代わりにココナッツオイルを多めに少しだけ入れて、でローケーキが出来上がります。で冷蔵庫で冷やしたら美味しいケーキが出来上がるので、もし私の今の説明が全然意味わからなかったらぜひコメント欄で教えてください。もう一個動画を作って Raw Pumpkin Pie の作り方も紹介していこうと思います。はい、で何でデコレーションしてもいいんですけど、私は今日は白粉砂糖と緑の葉っぱみたいのを真ん中に乗せてみました。これはかぼちゃの種とか乗せてもいいし、あとは私はアイスと一緒に食べるのがものすごく好きです。結構定番は多分ホイップクリームと食べることだと思うんですけど、日本では最近生クリームスーパーとかで売ってるので、スーパーで植物性生クリームを買ってみたり、あとは自分でも生クリーム結構健康なヘルシーなバージョンが作れるので、それに興味ある方は私の新しいレシピ本に生クリームのホイップの作り方入ってるので、ぜひそっちを試してみてください。はい、そんな感じでいつも通りこれを作ったらぜひインスタで教えてください。Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video and see you in my next one. Bye!